大韓民国のミュージシャン、ギタリスト。ポップロックバンドである DNCE のギタリストとして最もよく知られている。イジ人ジは大韓民国のインチョン港域市で1987年11月15日に生まれた。12歳から独学でギターを始め、家族で組んでいたバンドでギターを弾いた。19歳の時、ロサンゼルスへ移住し、英語を学びながら、 ハリウッドのミュージシャンズインスティチュートで学んだ。ゴスペル歌手のソヒャンとはギリの芝居という関係である。人事は、ジョジョ、ジョナスブラザーズ、チャーリー XCX X、ジョーダン・スパークスと共演し、2010年から2011年にかけてはシーロー・グリーンのバックを務める女性バンドである、スカーレット・フィーバーの一員として演奏した。その後は、ジョージョナスを、 リードボーカルに据えて2015年にデビューしたバンド DNCE のギタリストとして活動している。ジンジはジョージョナスとジョーナスブラザーズのツアーに同行した2009年に知り合った。彼女はバンド唯一の女性メンバーであるが、それについて質問されて、これまでになく素敵だわ。だって彼らはとても単純なのよ。男って単純で気楽。よくわからないけど。 男性たちと一緒に仕事するのは楽しいわ。私のキャリーはいつもこんな感じだったし、いつもバンドで一人だけの女子だったから、もう慣れているわ。居心地いいし、みんな愉快でバカみたいだし、と答えている。ありがとうございます。